県は毎度おなじみの本一曲、はい、タイムアップで親番の今載せてます。いきます。はい、お願いします。お願いします。お、はい、チューンから。来ました。はい。一応ですね、チューン、シャー、ハクって切ると思うんですけど、一応統一感を持たせるやったら、はい、チューン切ったのがハクですね。役配から切ったやったんですね。シャーから切るのであれば、全然、ね、ハクチューンで問題ないんですけど。これ今引いてきたんですよね。どうでしたっけ、なんかいや、馬持ってきたんじゃなかったですけど。あ、そう、そう、引いてきた関係なしに、うん、厄介から切ってやったら厄介を切りたいですね、次の。ただなんか中途半端でしょ、厄介切ってお高つ切って違う、厄介切るってなんか統一感もないというか、うん、切り順に厄介から切るとは厄介から徹底的に全部切る。ただやっぱ早めに切るとやっぱ流れづらいんで、うん、自分の手の進行も進むという、はい、ことですね。はい、はい、青から青を切ります、はい、今一応普通ないけど。ないんですか。今必要ないです。必要ないんですか。じゃあまあシャー切りますか、うん、はい、ちょっと入れといたらいいや、とりあえず、はい、あ、今頭になりますね、はい、ストロー、パーピン、アタッソを切ります、はい、で、さっきいらないって言ってたんです、今、うん、この形って、うん、さっきも同じ形が全く同じ形で出たんですけど、うん、こうでこうじゃないですか、でも、うん、こうしてヤンマンが入ると、うん、これでもできるんですよ、デュマンケル、うんうんうん、だからこの形っていうのは、うん、チーマンヤンマンの受けなんですよ、うん、受け入れが、うん、ほんならイーマン起きてしまうとヤンマン受け入れが楽になる、この形は結構出てくるんで、はい、これいらないとか言ってたんですけど、いります絶対。でたまたま頭になったんでこう使えるんですけど、はい、そこだから知ってるとしないので、やっぱ全然差が出てきますね、そのそこだけ、はい、でパスをとりあえずいいです、はい、すんこ、はい、いりません、はい、いりません、シャーもいりません、いりません、いりません、はい、いそこ、いりません、いきませんね、シャン、はい、もうしょうがないですね、ヤンピンも、ヤンピンもいりません、はい、ヤンゾー、ヤンゾー来ました、ここで、選択、何を落とします、そうですね、卵今ここしかないから、そうですね、うん、じゃあ候補言ってください、どこがこう、パーピンです、パーピン一択なんですか、いや、この2つしかない、なんでスーピームーピンの方は候補にならないんですか、はい、理由があるやったら理由を言ってくれれば、何やったらどっちでもいいって話になりますね、どっち切っても両方とも両面ありますので、はい、なんで確率としては外からということで、外から切る、うん、まだ早い、あ、もうでもあるか、これですね、うん、まあ、ちょっと難しい話なんですけど、はい、例えばこう入って、うん、はい、まあ、最終的に、まあ、こっちが入ったとして、うんうん、こっちを切ってた場合はサブローピンマッチ、うん、こっちを切ってた場合は6球ピンマッチ、うん、サブローピンマス6球ピンマッチってどっちがで上がれると思いますか、実際、あ、そっか、みんな9捨てるから、9捨てるからこっちで待ちたいんですよ、そうですね、だからこっち正解はスーピームーピン、はいはいはい、払うなんですけど、うん、ややこしいなこれは、うん、今リャンゾーがたまたま入ったんですけど、はい、これってウーソーが入ってたら、はいはい、3、4、5の3色なんですよ、うんうん、なんで、はい、これを切っといてテンパイする前にウーソー持ってたら3色に復活するんですよ、うんうん、はい、だからこれはどっちも正解なんですよ、はい、言ってしまうと、はいはい、3色の手代わりもあるし、うん、マスとしては6球ぐらい優秀、うん、だからどっちも正解だから、どっちも正解なんですけど、そこまで言えないといけませんね、自分の中で理由が、はい、これは3色の手代わりがあるからこっちを持ちます、はい、こっちは
こっちの町が優秀だからこっちの方残しますっていうのを言えたら100点ですね、はい、ただこっちはいらないこっちはっていう、はい、だとちょっと理由が乏しいですね。あ、分かりました。はい、だからどっちも正解。難しい。はい、どっちでもいいです。はい、3式か、まあ、さっき言ってた、うん、まあパまあ、チーピンパペラで一応うちから来ました。危ない方から次のは定石ですね、うん、はい、チーピンから次に食べます。はい、だからこうさっきもこれはちょっと前に言ったんですけど、うん、パーピンとキューマンどっちが安全ですかって言います。パーピンは 100% 使わないですね、今現状。パーピンです。はい、じゃあ危ない方から切っときます。はい、あ、ごめんなさい。シャーズン白ですね。白ですね。白です。それは何回も言いましたけど、うん、今言った理論で言うと、はい、ヒューマンがいらないですね、はい、白の方が安全。うわ、ん、は、まあ、どうしますか。こうか。それはないです。今それって切りますよね、うん、ただ受け入れは何ですか。テンパイになる。シャブですね。ウーマン、イーマン、うん、じゃあ何枚ありますか、受け入れて転売する受け入れ。ニャンメンは4枚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 。イーマン、ウーマンは、うん、2枚2枚合計8枚。いや、12枚ですね。8枚と2枚2枚。はい、じゃあ今ウーマン、今ニャンマン持ってきましたよね、うん、この状態って、うん、状態も変わんないんですけど、うん、これはニャンメンニャンメン、うん、あ、これ変わるよ、まあ、うん、じゃあ何枚ですか、OK、今ニャンマン持ってくる前この前は転売の受け入れ4枚合計、うん、16枚。だ、今16枚転売のチャンスだったのを、うん、今12枚にわざわざドラを切ってます。これはちょっとボンヘッドですね、うん、でさらにニャンマンを持ってきました、うん、難しいですね。難しい。で、うん、この場合の受け入れ枚数を答えれるように頑張りましょう。だからどこを頭にするかでちょっと形は見てくると思うんですよ、はいはい、まあ、白を切るじゃないですか。白は時計取ってるんですけど、はいはい、次、うん、白を溶けてください。じゃあ白を切ります。はい。何が、今これがいたんですね。はい、何切ると何を持っていくとテンパラでしょうって話ですね。まあこれこうですね。サブローピアンもサブローピアン確定ですね、ずっと。それから、スッチ。スッチ、まあ、さっきもあったからですね、もちろん。そのままありますよね。それから、イーマン、ウーマン、シャブ。そうですね。イーマンとウーマンを持ってきてシャブをテンパラします。ということは、受け入れは4枚8、まあこれも正確に言えばね、4数万使ってるから少ないですけど、うん、まあまあかぶってるのは除外とすると、うん、8、12枚。これ8枚でしょ。8、9、10、11、12、シャバだったら、でさらにスッチーマンもあるでしょ、これ、うん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 、分かります、うん、言ってる、はい、さっきなんて言いました、うん、これだってこれさっきの答えこれはこれであるでしょ、スチーマン、うんうんうん、16万は絶対ありますよね、はい、さっきの形これです、はい、これを持ってきました、うん、そしたらこうしてさっきローマン切った形、うん、こうなるんですよ、うん、ということはさっきの16枚にさらに2枚を出して受け入れ20枚受け入れ、はい、なんでこのニャンマンは持っておきます、うん、でさらに言えば、うん、これってサブローピンが埋まると、うんうん、ウーマン切ると何間違いますか。スッチ、本当ですね、イスチなんで、三面ちゃんの目も残る、うん、ニャンマン持つことに、うん、はい、っていうのを理解しないといけないですね、はい、このちょっと、そこまで及ばなかったですね、大事です、これ、はい、これで何気なくポンって山、うん、切ってるようじゃ勝てないです。あ、なるほど、はい、これはだいぶ大事な範囲なんで、うん、難しい、はい、今こういうのが難しい、はい、じゃあ続きを一応、はい、今これ入ってます。パーワン、はい、おー、ノーマ
難しい。ローン来ちゃった。これで、あ、頭が。これはですね、うん、こういう時にすごく悩むんですよね。多分受け入れ自体はそのさっきの形でいいんですけど、実際は単葉とかあるんで、うん、イーマン切りがもう、ね、正解なんですけど、うんうん、イーマン来た時に実際受け入れが何種なのかっていう話ですね、うん、これをやっぱり分かってないとダメですね。さっきの 20枚あったじゃないですか、はい、でこれが 何枚あるから、はい、この時は今回はこっちに受けようっていう選択をできないといけないですね。これも数えてる、何を持ってきたっていっぱいする。リーマン切って、今切りますね。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,9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 8,89,90
らこうなる、フォアターにしたらこうなるっていう考え方が大事なの。3万、まあ、分かりやすくすると、うん、あれしましょうか、今切りますね、うん、今の邪魔な時計、うん、はい、ここはもうできてる、ここはもうできてる、これいじくらないです、はい、うん、何を持ってきたら転廃しますかっていう話、これを形でスッチワンとサブロスピン以上ですか。それから、あ、でも頭ですね、うん、頭を作るゲームなんですけど、うん、何を持ってきた？ウーマン持ってくると、ローマン、ローマンとテンバあんこ、うん、これしてたんこの、うん、そうですね、うん、まだありますか、なんか、ないです、うん、これですね、うん、ヘッドレスっていう形になります。あ、タンクになるのか。めちゃくちゃこれはですね、いろいろあるんですよ。まあこうして、うん、ではもうどけとくか、どけとって、うんうん、ここはもうこう固定なんで、うん、例えばスーピン持ってきました、はい、じゃあこうスーピン、スーピン、スチーマー、グーピン持ってきました、うん、グーピン頭にしてスチーマー、うんうん、だからピンズは3、4、5、6、はい、やめ持ってきてもじゃあこっち、はい、こう来てるって言われますよね、うん、何でもこう、はい、でマンズ、うん、頭とメンツを作るんですよ、この、はい、要はここで、はい、マンズを持っていくときに、はい、スチーマーは分かりました、うん、ウーマーマンコッターテンパル、うん、ローマーマンコッターテンパル、はい、もうこれで終わりと思ってるじゃん、うん、じゃあ3万持ってきました、そしたらはサシゴとローマータでサブロー、あー、本当だ、すっげー、でまだあるかな、サブローピン、スチーマン、サブローマン、スチーマン、ウーマンかな、うん、そうね、だから、うん、マッチとしてマンズの系としては3、4、5、6、7持ってくるとテンパイで、ピンズは3、4、5、6、はいはい、種類としては1、うん、2、3、4、5、こちら4種類、9種、うん、こちらももちろん広いですね、すげーっていうのを理解して、理解はできないにしても、転廃した時に逃しちゃいけないので、これで例えば今3万は言ってなかったです、はい、3万持ってきてつもり言ってるのじゃちょっとダメですね、もうこれ切ったら転廃なんですから、3万持ってると、うんうん、難しい、マージャンってこの1杯変わるだけで全然変わるんで、うん、その手配が、はい、こういうのはちょっと難しいんですけど、ヘッドレス、うん、基本的にヘッド頭が決まってない形っていうのは、はいはいはい、まあ受け入れは広いと覚えてます、うん、いっぱいあるからずっといろいろ考えないといけないという形になりますね、はい、はい、ということで、難しい、ありがとうございました、はい。